アートカミオン途中からやっていきますね。まあ、まだちょっとフロントバンパーいじるところから始めましょうか。何にしようかな。
ちゃうね。転職した方がいいんじゃないの、これ龍太組の方に。私も話をするんだよね。うん、なんか痛そうだな。俺の顔になんかついてるか。なってもないのにさ、こういうこと言われると逆に気をつきますよね。ああ、でも現実の自分になれないんだっていう。俺は一つの男に仲良するタイプの男じゃないんだ。なんて言ったって俺は一匹狼だからすごいね。でも今俺自分のために走るのが精一杯なんだ。本音はそこじゃないね。一人で生きるっていうのはさ、他の人がやらないっていうよりは自分のことで精一杯じゃありますよね。あの時俺に足りなかった何か、あの時って何なんだろう、なんかストーリーがいそうですね。なんかね、そいつを見つけるまではしばらくライブを続けるさ、なんかあったんだね、やっぱ本当ね。俺にもわからない。でも一生懸命働いてる人何か見つかるかもな。そういうのはありますでしょうね。ありがとう、さくらさん。さあ、そろそろ仕事に入るぞ。ないのかね。ないのかい。え、ないの。こういうこと。こういうとこなんか他のとこ、他のとこに出るぞ。なんかこれですね。じゃあ、こっち行けるか。なんかガンツ。性能ではないが、そのお前とはその意味を理解してくれればと思ってる。分からん。性能ではないけど理解はどうか、ね、新型4トンか。ありがとうございます。今から早速行ってみます。これね、よく言ってよ、シノっていうね、この新型4トントラック。これは三菱鈴。あ、言いづらいなこれ。3台かな。3台だね。高速、中速、低速に分かれてるんだ。これ買わんとかで新しい電気を来ない感じですよね。買うかじゃなくか。日野鈴じゃないの。最初から決めたし、天気は続きはまた今度っていう感じでね。こんにちは。